2001年、ユーリ・ネヨーロフは、ソビエト連邦及び、ロシアの政治家、ソ連共産党官僚、ソ連人民代議員などを経て、ソビエト連邦の崩壊後は、ヤマロネネツ自治管区知事。同自治管区、サレハルド出身。1974年チュメニ工業大学を卒業する。同年サレハルド輸送航空主任医師。1976年ヤマロネネツコムソモール書記。1977年プリウラルコムソモール第一書記。1978年から1982年にかけてヤマロネネツコムソモール第二書記を経て第一書記となる。1982年サレハルド市コムソモール書記。1983年チュメニ州共産党医コムソモール第一書記。1986年スルグート市共産党第二書記。1987年スルグート地区ソビエト議長。1989年ソ連人民代議員。1990年から1991年まで。スルグート地区人民代議員大会議長。1991年マネージメントアカデミーを修了している。1992年チュメニ地区行政府次長。1994年2月ヤマロネネツ自治管区知事に就任する。同年3月ヤマロネネツ自治管区からロシア連邦議会上院連邦会議議員に選出される。上院では連邦条約、地域政策委員会に所属した。1996年1月第2期上院では、北方、少数民族委員会に所属。1996年10月13日ヤマロ、ネネツ知事選挙において 70% を獲得し、当選する。1998年6月26日、ガスプロム取締役に就任。2000年3月26日 87.93% を獲得しヤマロネネツ知事に再選される。2001年まで上院議員。2003年ロシア下院選挙では与党統一ロシアの候補者リストに掲載されたが、ネヨーロフ自身は立候補を辞退した。1997年ロシア友好勲章、1998年ロシア国家賞を授与されている。私生活では、夫人との間に1子あり、ありがとうございます。